セルジュニャブリは、ドイツバーデンビュルテンベルク州シ,シュトゥットガルト出身のサッカー選手。ブンデスリーガー FC バイエルンミュンヘン所属。ポジションは、ホワード、ミッドフィールダー。名前は、ニャブリの他に、ナブリー、グナブリーとも表記される。コートジボワール人の父親とドイツ人の母親の間で生まれ、ドイツの VFB シュトゥットガルトの下部組織でキャリアをスタートさせた。 15歳の時にアーセナル FC のトライアルに参加し、2011年夏に10万ユーロで移籍を果たした。16歳でリザーブリーグでの出場を重ねると、2012年夏にはリザーブ所属のままプロ契約を結んだ。アーセナルではプレシーズンマッチの 1FC ケルン戦でトップチームデビューを果たした。2012年9月26日。 フットボールリーグカップのコベントリー戦でアレックス・チェンバレンとの交代途中出場で公式戦デビューを果たした。2013から14シーズン9月28日のスウォンジー戦でプロ初ゴールを決めた。これは当時のアーセナル所属選手としては最年少ゴール記録から2番目の記録である。2015から16シーズンはウエストブロムウィッチへローン遺跡。 2016年8月31日、出場機会を求めて、ドイツブンデスリーガのベルダーブレーメンに完全移籍した。2017年6月11日、ドイツブンデスリーガのバイエルンミュンヘンに移籍した。契約期間は3年。2017年7月15日、TSG1899 ホッフェンハイムにレンタル移籍した。2018から19シーズン。 バイエルンに復帰、リーグ戦では、レバンドフスキに次ぐ10ゴールを決め優勝に貢献した。2019から20シーズン、チャンピオンズリーグのグループステージ第2節の、トッテナム戦では一人で4ゴールを決め、7から2での勝利に貢献した。また、ラウンド16のチェルシー戦ファーストレグで2ゴールを、決め勝利に貢献。これで、かつて所属したアーセナルと同じロンドンにある。 ライバルクラブから合計6ゴールを奪い、同じ国のクラブとの試合のみで、トータル6ゴールを奪ったチャンピオンズリーグ史上初の選手となった。準決勝のリオン戦では2ゴールを決め、チームの7年振りとなる決勝進出に貢献。決勝のパリ・サンジェルマン戦ではゴールを奪うことはできなかったが、大会トータルでは、レバンドフスキの15ゴールに次ぐ9ゴールを決め、優勝に貢献した。 また、DFB ポカール決勝のレバークーゼン戦ではゴールを決め優勝に貢献した。2020から21シーズンにより背番号を22番からフランク・リベリが着用していた7番に変更した。シーズン開幕戦となったシャルケ戦でリーグ戦では初となるハットトリックを決めた。ドイツ代表としてユース世代では U-16 ドイツ代表。 U-17 ドイツ代表でプレーした。2016年のリオデジャネイロオリンピックドイツ代表にも選出。大会6ゴールを決めて得点王を獲得し、ドイツ代表最優秀選手にも選ばれた。2016年11月11日、2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選の3リの戦で A 代表デビューし、ハットトリックを上げる活躍を見せた。 2019年11月 UEFA ユーロ2024戦の北アイルランド戦で代表2度目のハットトリックを決めた。ありがとうございます。